こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はですね、ちょっと、また、はい、いつも、まあ、見ないね、変な絵面に当たってると思うんですけど、ゲストが来ていただいてます。RBX 新潟サポの、コーズ TV さんです。よっ、コーズ TV と申します。よろしくお願いします。完全防備で。はい、普段顔出しできずにですね、声で。まあ、声だけで、こう、YouTube で投稿してるんですが、まあ、せっかく、お話いただいて、コラボということで。あれですか、その、ここに向かう道中もこの格好で。まあ、若干。振り向かれはしましたけど。ですよ、大丈夫ですか。振り向かれはしましたね。アルビサボだってことは絶対わかるから。ということで、実はコーズ TV さんも買いましてね。アルビとバンバーですからね。そう、JMCその、うん、あれがない共通点、試合とかないんで、お互いの、うん、こうチームの今シーズンのベストプレー、トップ3をですね、はい、お互いに紹介し合ったらええんちゃうかというか、自慢し合おうとか、自慢し合おうとか、うちのチームすげえだろうと。うん。で、コーズ TV さんからもうこういう選手がいますよっていうのを教えてもらって、僕が見ることによって、うん、それガンボ大阪の人が見て、個人昇格していただいて、ある選手に。強化部へのアピールになってしまう。浜からガンバとアルビというのは何かありますか、イメージというか。まあ、まあ、東口ですね。やっぱり。最高。東口最高。いや、最高っていうか、僕らのものです。いやいや。僕らの東ですけど。やっぱ新潟境内からのアルビレックスということも、新潟が育てたというか、はい、ガンバ大阪ジュニアユースからのアルビからのガンバなんで。頑張ったんですけど、まあまあ、それは領有権の主張がちょっとそれもあって今日、はい、あの監督とかやられてますよね。あ、一応、はい、で、なんかそのプレゼント企画みたいなの、はい、あったらいいかなってんで、家にあったトレカを持ってきましたんで差し上げます。え、いいですか。はい、全部差し上げます。え、で、一番上は東口でしたこの頃の東口はね、アルビ時代のすごく活躍してましたね。ですよね。怪我する前後みたいな感じ。はい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 。あのね、持ってきました。これめちゃめちゃあるけど。これなんかにこう入れてあげてください。いいんですか。いいんです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ J リーグの皆さん、いろんな選手が入ってるってことですか。アルビの選手だけです。いや、じゃあいらんな。いや、別にいらない。アルビの選手だけです。多分知らない選手が9割ぐらい。あげてええの大事にした方がいいじゃん。で、さらに。さらに。さらに。新潟といえば。ああ神田製菓。あの、ガンバのサポーターの方が、まあ、はい、見られると。はい、そうですね。チャンネルですので、まあ、アルビレックス代表として、まあ、神田製菓さん。確かに。これ、なんと1996年から。アルビレックスのスポンサーをしていただいてる。胸スポンサーには1999年からと。すげえ長い。私のサポ歴も1999年、98年ぐらいからなので、はい、亀田製菓さんと同じ歩みをしてると言っても過言ではない、そんな亀田製菓さんの書きの台です。ああ、ありがとうございます。これ普通に嬉しいですよ、これは。ぜひ、配信でも何でも。ぜひ、やらせてもらいます。ぜひお願いします。で、一応、コーズ TV さんのチャンネルは、どういったチャンネルなんでしょう。そうですね、最近はアルビレックス新潟の試合のプレビューとかレビューとか、はい、あとはまあ実際この前もアジスタ行ったんですけど、ベルディ戦で、うん、まあ実際ビログ的な、現地生観戦機みたいなのもありながら、あとはそのもともと AKB オタクでもあるので、14、15年、はいはい、なのでその2大、あ、どっちも、ね、二軸で、あ、そうなんですね、二軸でやらせてもらってます。アルビと AKB、 アルビと AKB、 まあアイドル、まあ、特にその、指原オタクとしてまあまあ有名なんですよ。え？その、なんか指原の。あの指原ですか？はい、あの指原里乃さん。あ、設定みたいなのがあるんですか？その。あ、指原とですか？はい。まあ、その、もともと研究生っていうので指原が入って、はい、で、その当時に鬼が酔いしてて、当時その、その握手券以外に手紙の返事券みたいなのが、接触の権利みたいなのがあって、はい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 、それを 3つゲットして、はい、サンラリーができるってことですか？サンラリーがね、往復ができるんで、はい、文通だねみたいなのをやって、それがちょうど2016年ぐらいのショールームかなんかで指原が急にその話をしだして、ほう、あ、この構図ってファンマジキモくてみたいなあ、その掘り起こした、掘り起こされちゃって、はい、構図さんって何みたいな、ちょっと軽くバズって、人の名前が出たぞと。そうなんですよ、特定のファンの名前が出た。これも指針と言って過言ではないです。で、なんかツイッターでリプ来たりとか、リプ返してもらったりとかもあって、はいはいはい、で、直近で言うと、その手紙の返事券、62枚書いたんですよ、A4 で。僕は最後の3通目。
ありなんですか、それ。その枚数制限なし。そこではないんだ。ラリーは3回やけど、量は関係ないで。で、その時に、ワイドなショーって出るじゃないですか。はいはいはい。差し上げる。なんかちょっとやばいオタク特集みたいな、なんかその、はい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 。それの絡みで、私もなんかやばいオタクいましたみたいな流れから、私手紙でマックス62枚 A4 でもらったことありますみたいな。で、それも、収録の前にリプ来て、ツイッターで、ちょっと仕事で使いたいんだけど、手紙何枚書いてくれたっけっていうのが来て。で、すげえ。A4 で62枚だったよって、その、指原の直筆の返事のスクショを、スクショとか写真を載っけて返信して、見事使われたって。その二軸でやってるんですけど、指原といえばスキャンダルなんですよ。文春報道。確かに。だから最近、コーズ TV のチャンネル的には、スキャンダルに物申す系オタク。兼アルビサポみたいな。どこ兼にそんなやつおらんと。多分いないんですよね。逆の。いないんですよね。だからそれぞれちょっとベクトル違うんですけど、まあ結構サッカー好きな人は割とアイドル好きな人もまあ中にいらっしゃると思うんですけど。まあ、多い人多いイメージもありますわ。まあ結構面白おかしく喋っております。なるほど、なるほど。すっごい量喋ってました。すごい。そのチャンネルの概要を概要伝えるにはもうこれぐらい。でもすごい、そういうね、指原と、今までだからね、ちょっとこう、つながりがあるっていう。ちょこちょこと。すごいな。僕はキタリエスケージだよね。結婚しましたね。ね、そうなんですよ。最近ね。カサリエになりましたよね。あ、そうそう。俳優さんのね。笠原さんって形。仲良かったですよね、指原さん。そうそうそう、そうなんですよ。だから、リノリエで、どっち派みたいなのあったんですよ、当時。研究生、同期なんで。あ、そう、研究生で差し上げてきてはると思うんで。なんかラジオやってませんでした？あ、やってます、やってます。ミャオとか。あー、やってます。4人とか。やってます。やってましたよ。はい。聞いてた。超詳しいですね。それちょっと聞いてましたよ、これ。誰が見んねんか。せめて、コウズさんの方でやるべき。ごアイドルからじゃん。やめて、こっちで、こっちで。じゃあ、ちょっと早速、この本題に行きたいですけど。え。コウズさんに、はい、コウズさん個人的に選ぶワルビレックスの今季のベストプレートップ3をちょっと教えていただいていいですか。まあやっぱりアルビといえば、はい、皆さんご存知本間志穂。本間志穂なので、まあ本間志穂選手絡むプレー、ちょうどね、移籍の噂も出てますから。出てるんですよね。軽めにガンバに。いや、1億2億くれんだったらありかなっていう。まあこれちょっとね、アルビサポの方からしたらあれかもしれないですけど、まあ移籍金を残してくれるな、残してくれるな。まあ東口も残しましたしね。そうなんや。そうなんですよ。東、残してるやん。東口は、遺跡に残してる。そうか。完全もう、超いいレンタルとかじゃないですもんね。で、まあ今、J2 でも、アシストランキング1位の高木義明選手と、そのコンビネーションでゴールしたシーンっていうのがあるので、それがまず一つ目。で、モンテディオ山形戦ですね。はい、前半戦ですね。もうこの辺の選手わかんないですよね。全然わからないですよ、ね。モンテ。千葉選手とかいんねや、今。だからコウ選手。あ、そう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 。ガンバで言うと。そうガンバで言うと。もう。いや、コウ選手上げてるじゃん。そうです。東の。あれになる。いやいや。育成金払ってますうまっ。うまっ。ほんましようまっ。いや、今シーズン、その前半戦かなりアルビって躍動してたんですけど、こう、首位走って。はい、いや、ですよね。っていうのはやっぱこういう本間仕様の縦への突破、深くサイドえぐって相手ディフェンス翻弄してラストパスみたいなで、こう中に入って自分でシュートとかも結構できるんで、この時の本間仕様はめちゃめちゃいいんですよ。本間仕様の積極ハイプレスからの、あ、めちゃくちゃハイプレスみたいな。そうなんです。そうなんです、これなんです。だから本間仕様選手は去年やっぱりその何が足りないかっていうと、やっぱ守備だったんですけど、こういうふうに今シーズンハイプレスかけて、自ら前線から守備ができるようになったんで、なるほど、さらにその選手としての価値が上がったというか、はいはいはい、整わない中でこう、あ、早めにスタート、はい、やっぱこの高木の判断の良さですよね。蹴ったのが高木選手、はい、で、本間選手、あ、なるほどなるほど、そうなんですよ、誘うんですよ。2人で取った2点、まさしく。もうだから2点2-0ですけど、これ本当に高木本間だけで成立しちゃった。なるほど、じゃあ2人とももう来年は預かりますわうん、いや高木だけはちょっと本間氏はいいんかみたいな話なんですけどいい選手やな。いや、いいんですよ、このね、2人のコンビネーションはね、本当にいろんなサポーターの方に見てもらいたい。前半戦のアルビの原動力、
あの躍進の原動力とも言っていいところが凝縮されたシーンからな。高木豊さんの次男ですね。次男、三兄弟の次男、はい。三男はガンバにいましたけど。そうです。今レノか。今レノ。そうですね。うん、いい選手やな。そうなんですよ。ゴールシーン以外のなんかドリブルとかキレッキレっすね。キレッキレなんですよ。本当に2人をもう。もうね、人数とかじゃないんですよね。止められないんですよね。アジリティっていうか、なんかね、すごい体が。こう、テンポも結構独特なんで。はいはいはい、だ特にこう、前半とか、まあ、さっきの試合もそうですけど、前半とかに、相手が慣れてない時に、なるほどなるほど。超効くんですよ。だから J1 とかってまだ対戦経験ないじゃないですか。あ、そうですね。めちゃくちゃ無双する。三笘みたいになるじゃないですか。あ、多分もう、特にその、最初の1回目の対戦の時はかなり、ゴリゴリやられるんでしょう、ね。効くと思いますね。いや、チーム味方でありたいな。敵にしたくないっすね。いや、ほんと使い方によってはかなり本間志穂選手は相当優秀だと思いますね。なるほど。じゃちょっと2本目もお願いします。2本目なんですが、はい、千葉戦かな確か。千葉戦の谷口選手のスーパーゴールというか、もうキャノン砲のようなゴールがあるんで、それをちょっとぜひ。谷口選手、僕はもう知らない。知らないですよね。今シーズン。ロアッソ熊本から入ったんですけど、アルビといえば最近ここ数年、はい、J3 得点王強奪っていうのが流行ってて、レオナルドをガイナーレから取り、まあ浦和にいっぱい逆。どういうポジションやねん。J3 にはめっちゃ偉そうに行くし、J1 にすぐ。すぐ売るっていう。で、今回はそのロアストから J3 得点王、18点取ったのが確か。の谷口選手が今季からアルビに加入と。ワントップ。ワントップです、ね。どういう、その結構大柄な選手ですか？結構その身長もあるし、ただ裏抜けが本来得意な選手なんで、ロアスト時代はウィンガーとして使われてたみたいなんですけど、アルビではもうセンターで、まあ、センターフォワードです。うん、これ本間しようですか？あ、そう。うまいな。あ、ワードスルーパス出て。そうなんですよ。谷口選手？そう。谷口？おー、ニアなんや。これはね、本当にすごい。ストライカーだね。かっこいい。まあ今、もう現時点でも、2桁得点いってますんで。はい。ルキアンとかブタカ含めても多分、J2 の得点だけでも5位か4位か。もう完全にブレイクしてる。してますね。ここの心理戦でね。そうなんですよ。これはよくあるけど。よくある。大体こう巻いて。そうなんです。ファーにこう、そうなんです。巻いて入れるっていうのがセオリーなんですけど、まあそもそもこれ前段階の本間翔のドリブルからのパスもめっちゃいいし。エグかったな。このドリブルエグいな。ここ。ここね。強い。体も強いですね。重心が低いやん。いや、強くなったんですよ。あ、そうなんや。もう去年はフィジカル的には、もうそんなだったんですけど、はい、今季は本当に、ハイプレスも、やるし、コンタクトも、負けない。負けない。じゃあとんでもない選手。谷口選手も若い。谷口選手も若いですね。26ぐらい。もともと J3、岩手、グルージャ、盛岡でキャリアスタートしたとかで、はいはいはい、働きながらサッカーしてますっていうのが、なるほど。スタートなんで。苦労人というか。苦労人なんですよ。アルビンのクラブハウスの脇でこう農園開いてるくらいの選手なんで。谷口農園っていうのがこう、その谷口選手はそのグルージャ、盛岡時代にそういうふうな、家庭菜園とか、なんかそういう、のに明るかったとかっていうのがあって、で、アルビのクラブハウスの秋でもそういうふうに。何を育ててるんですか？トマトとか育ててましたね。このトマト甘いねっていろんな味方の選手が食べるっていうシーンがほっこりするよ、ほっこりする。優しい人だよ。結構アルビは多分チーム状況っていうか、その、和気あいあいとしてると思いますよ。まあまあ、チーム雰囲気とか、雰囲気的には。なるほど、なるほど。いい選手ですね。いい選手なんですよ。これももしかしたら引き抜かれんじゃないかっていう。ありえますね、ほんまに。またちょっと移籍金がどんぐらい来るかっていう。昇格しましょう。昇格しましょう。そう、それが大事だ。そもそも。そうだ、俺は諦めてる感じだろ。何言ってんだ。じゃあラストで。ラストで。3本目いいですか。ラストなんですが。はい。京都サンガ戦。サンガ戦。はい。まあ今、首位ですよね、J2 で。高木選手。うん。気合の同点だ。気合の同点。これはね、ちょっと語らないとダメかなっていうやつですね。全部語ってましたよ。めちゃくちゃにね。AKB から。まあ、ずっと。大
てる序盤からこれね、ちょっと止まんないですこれは、はい、もう特にもうアルビサポの中でも印象的で、これ誤審があったと言われてる誤審試合なんですよね。まあ1点京都に先制されて、でその先制された後に藤田選手がもう明らかにペナルティーエリア内で倒されたのは PK だろっていうシーンが取られず、このシーンですか、これが疑惑のシーン、疑惑のそう、あこれはもうまあまあ押し立ってるし、後ろからもう完全にボールには行ってないです、行ってないんですよね、退場もやな、いやそうなんですよね、本当に行っていきそうしいですよ、うん、目の前空いてますからね。で、もうアルミの選手はもう何なんだと、そこからのもう後半もう残り何分かってところでこう高木がシュートを打つわけですよ。またほんま姉妹やもん、スピード入って高木、あーもうね、これなんですよ、これなんですよ、弾くのがいいっすね、いいっすよ、おーやっぱりね、その本間志音もやっぱこういう風にこう気迫見せながらの高木がこう執念で押し込むっていうのはもう派手さはないんですけど、そういう 前段階があってこのシーンに立ってるんで、はいはい、ほんまになんかあの入り方もいいっすね、コロコロコロってこう入る感じ、漫画みたいな、漫画本当にこれはね、あの一番今シーズンアルビの選手たちが全員気持ちを見せた試合だと、なるほど、まあもうそれの集大成がこのゴール、そうか、勝負争いの相手にもう負けは許されないぞと、苦しい状況から、まあ、しかもこれアウェーですしね、うん、ホームで負けてるんですよ、なるほど、前にで、もう一個だけ言わせて、ちょっと取り上げてほしいのがあって、ちょうど直近の大丈夫ですよ。お腹いっぱい。直近の、直近、直近ヴァンフォーレ甲府戦、はい、なんですけど、まあ、川中島ダービーって言われてですね、上杉謙信と武田信玄で、そういうのがあるんや。あるんですよ。で、それの、まあ、要は3位、4位対決なんですね、ちょうど。それの最後の決勝点が、素晴らしい。何度かも後半入ってアルビがこう決定機を結構作れてたと、うん、で相手のゴールキーパーのファインセーブは 2回3回あって、うんうんうん、なかなかこう点が決まらないねっていう展開でもうロスタイム入るかぐらいなんですよ。おー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 、嘘だ、これこれはね、ちょっと脳汁溢れましたね、はい、待ち込んでえ、あのループパス誰ですか、まあ、島田選手です、はい、むちゃくちゃセンスあるな、これ。そうなんですよ。うわ、もうね、これはね、多分今季ベストゴールかもしれないですね。いいゴールやな、時間帯もいいし。そうなんですよ。ドラマチックな。で、勝ったんですか、勝ったんですよ。3位、4位対決で、いや、その、ジュピロと、サンガを追うと。はいはいはい。もう、落とせない、試合も。そうなんですよ。これは、ほんとその前に、千葉選手の一瞬の縦パス、これもね、えぐいんですよ。まあまあ。すごい、まあ、やっぱ経験がね、そうなりましたね。千葉選手はやっぱり、ね、ビルドアップ得意なんで、うん、サンフレッチェ仕込みの。そうなんですよ。まあ、もともと新潟なんですけどね。新潟、サンフレッチェ、グランパス新潟なんですよ。厳しいな、新潟よりも。もともと新潟なんですよ。サンフレッチェイメージが一番強いです。確かに、優勝してますね。いや、いい選手多いですね。いや、いいチームだと思います。あの、監督のアルベルト監督っていうのが、ちょうどバルセロナの育成組織の ダイレクターみたいな。そうなんや。あの、久保建英選手も見てたっていう、育成年代から徐々にこう、なるほど、あの名を上げていった人。上げていったっていうのは、有能な監督なんですよね。今順位的には、今3位ですね。3位なんですが、昇格は2位以上ですね。昇格は2位以上で、2位のジュビロ・磐田とは勝ち点差9。9か。残りが10試合とか。結構、あー、でもまあ、むずいっすね。むずいっすね。結構しんどいけど、まあ。結構しんどいっすよ。ジュビロもなんかそう、大崩れしそうにないっすもんね。まあ、なので、まあ僕が日々日々願ってるのは、まあ、ルキアン・ウタカ・バイスが怪我してくれと。もうそうしたらもう余裕で。なんてサンが2人も言ってるやん。もう余裕で。せめて1人ずつにしましょう。バイスとにかく。ということで、コーズ TV さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりましたね。めちゃしゃべくちゃいましたね。めちゃしゃべってくれた。欲しい選手がね、多かったですね。欲しい選手とか。いや、もう取らないでくださいよ。そう、注目、多分、どんどん体制するでしょうね。あ、そうですね。うん、そうね。もっと上り詰めていくやん。
んなにアルビを踏み台にしていくんですか。卑屈になりすぎですけど。サポーターとしての味方が。そういうスタンスなんですか、アルビさん。いや、全然そんなことないですけど。どうもしていなくなるからね。いや、もう、いや、引き止めてほしいわけですよ、やっぱり。まあ、そうなんですよ。まあ、ということで、ちょっとまあ、今回、僕らの方では、コウズさんの教えてましたけど、逆にも、コウズさんの方で、僕ら、僕が、いや、ほんとそうよ。今期の。だって本来ならもうこのイクトバチャンネル内で、浜口のライブベストプレイ、プレイ紹介しようと思ってたけど、もうこれも紹介しに行ってるからね。確かに、紹介しに行ってますんで。これは、ぜひ、コウズ TV を見る。ぜひとも、皆さん見に行ってください。いや、俺が何を選んだのか。何とこの俺が。2021頑張って。ワーキャー言うてきた、俺が。全てを見てきた。でも興味ないやろ。俺が言うのに。この番組の勝者は興味あるじゃない。まあでもちょっと一応選びましたんで、はい、またぜひ見に行ってください。ぜひよろしくお願いします。はい、お互い J1 でまた会えるように。うね、もう今季なんとか上がって。はい、僕らも今季なんとか残留して。そうね。まあ、J2 で会うことだけはね。それはそれだけはもう最悪なんで、はいはい。今年も松並さんですかみたいなのやめましょう。頭痛なりますわ。ほんまに。まあまあ、どうぞ、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。